ズドラブ・コクズマノビッチは、スイス・ベルン出身のサッカー選手。ポジションは MF。スイス出身であり、アンダー世代までは、同国代表としてプレーしたが、A 代表はルーツであるセルビア代表を選択している。7歳の頃から、スイスの地元クラブの FC デュレナストでサッカーを学び、14歳までの7年間同クラブでプレーした。14歳の時に、 スイスの BSC ヤングボーイズのスカウトを受けた。ここでの3年間で成長を遂げ、スイスのプロクラブチームの注目を集め、2003年から17歳で、当時リーグ優勝11回を有するスイスの FC、バーゼルのユースチームに引き抜かれた。2005年、18歳でトップデビューを果たし、34試合に出場し4得点した。また同時に UEFA カップにも出場し、 欧州デビューも果たした。この年には、プロデビュー1年目で、スイスのゴールデンプレイヤー賞を受賞し、各国のクラブの注目を集めるようになった。2007年1月、アッコフ・フィオレンティーナへ移籍。不祥離脱したマルコドナデルの代役としての補強であった。当初は、US チッタ・ディッパレルモが、ほぼ獲得を決めており、契約寸前だと見られていたが、 フィオレンティーナが直前に強奪した形となった。2008から09シーズン前のプレシーズンのクラブ合宿でも好調を維持し、スタメン確保にアピールした。シーズンが始まると、中盤のレギュラーに定着し、若干20歳にして、リーグ34試合、UEFA 杯13試合に出場しそれぞれで得点を挙げる活躍をした。シーズン前半はセンターハーフのレギュラーとして、 リッカルド・モントリーボやフェリペメロと共にハイレベルなプレーを披露したが、試合によって波もあり、シーズンを通しては一定したパフォーマンスを示せなかった。シーズン後半は怪我人などのチーム事情により、2センターハーフのシステムを採用する機会が増え、クズマノビッチがベンチを温める回数も増えた。2009から10シーズンは、プレシーズン中にチームが本格的に システムの変更を打ち出すと、クズマノビッチは代表召集のためにも出場機会を訴え移籍を志願した。その後、移籍期限である2009年8月31日に VFB シュトットガルトに移籍金700万ユーロで移籍することが決定した。2013年1月31日、イタリアセリエのインテルへの完全移籍が決定した。2月3日の ACCA な線でデビュー。 インテルには2年半所属し3人の監督を経験したが、どの監督の下でもバックアッパーの息を出ず、2015年6月30日にフルス FC バーゼルへ5年契約で復帰。2016年1月22日、イタリアセリエへのウディネーゼ・カルチョへレンタル移籍。2016年7月7日、マラが CEF へレンタルで移籍した。2006年には飛び級で、 U-21 スイス代表に招集されている。2007年3月12日、セルビア代表監督のハビエル・クレメンテから A 代表招集を受け、それまで活躍したスイスを離れ、故郷のセルビア代表を選択。2007年8月22日に行われた UEFA 欧州選手権2008予選のベルギー戦において、自身の代表初得点を含む2得点を挙げた。 ワールドカップ南アフリカ大会のにも選出され、グループリーグ3試合に出場した。ありがとうございます。